結果を残すのは当たり前なんですけど、僕自身 SUP の大会に出るときに一番心がけているのは自然と調和することっていうのを常に考えながら漕いでいます。金子ケニー、プロ SUP レーサーです。スタンドアップパドルの競技って自然の中でする競技なので、どうしてもコントロールできないもの、うねりだったり風だったり波っていうのがあるんですけど、そんな中でもコントロールできるものは全て把握してコントロールするっていうのがものすごく大切なので、そのためにフェニックスを常に使っています。ガーミンコネクトを使ってスピードとストロークレートの関係性を常に分析しています。練習をする上で一番重要なのがインターバルトレーニングなんですけど、ガーミンコネクトで分析するときはインターバルの時にしっかりスピードが上がっていることで、それとしっかり比例してストロークレートが上がっていることっていうのを確認します。回転数が上がってもワンストロークで進む距離が短いとスピードには結果的につながらないので、大切なのは自分のストロークの質をどれだけ磨くかということなので、常にワンストロークでどれぐらいの距離を進んでいるかというのと、1分間で何ストローク漕いでいるかっていうのを意識しながら漕いでいます。ソーラー機能がつくことによって、充電の回数も減りましたし、長時間、3、4時間漕いで海に出るときも安心して漕ぐことができます。漕ぐときもそうなんですけど、ランニングしたり他のトレーニングをするときに常に音楽だったりポッドキャストを聞いて練習をします。漕いでいるときにスピードだったりペースだったり心拍数が今いくつだっていうのも定期的に音で教えてくれるので、競技中だったり練習中時計を見れないので、そこがすごく便利です。自分が成長したりパフォーマンスを上げるためにはハードな練習だけじゃなくてしっかり回復するということも考えなきゃいけないので、その時にトレーニングストレススコアだったりボディバッテリーの方を確認しながら練習メニューを組んでいます。フェニックスは僕にとって最高のトレーニングパートナーです。一人で練習することが多いので、このフェニックスがないと本当に練習にならないんですね。なのでフェニックスは自分のトレーニングだったり競技にとって欠かせない存在なんですけど、その他にも一日を通して練習だけじゃなくてもう普段の生活から自分にとってフェニックスは欠かせない存在です。この競技で自分のベストを尽くして本当に速い人と戦いたいってなると世界に出ないと戦えないし、自分の中では世界に挑むというよりも本当にこの競技でベストの人たちと戦うっていう意識で、常に大会に出るときは自分のベストなパフォーマンスを引き出せるように最大限の準備をして試合に挑むようにしています。